皆さんこんにちは、 DK です。今日は夜勤明けで疲れてます。ですね、先ほど庭の方を見たらコンクリートのですね、もう真下の方に潜り込んでました。石亀のベビーです。3匹目ゲットですね。不思議なことが起きました。このですね、石亀ベビーの越冬用の水槽にですね、カエルを5匹ぐらい入れとったんですけど、まあ、ちょっと亀のストレスになったらいけないと思って、庭の池の方にカエルを逃がすというか入れようかと思ったんですけど、今日見たらですね、4、5匹いたカエルが2匹しかいませんでした。まさかとは思うんですけどね、この石亀ベビーが食べたんかなと思うんですけどね。水槽の方はですね、普段この蓋をしているんで逃げることはないと思うんですけどね、逃げとったら後で出てきたらめっちゃ怖いですよね。部屋からなんか気持ち悪いカエルやったからですね。まあいいや、とりあえず3匹目を水槽の方に入れたいと思います。で、この越冬用の水槽に入れた石亀なんですけども、なんかですね、早速目の周りがなんか水カビっぽい感じになってきてるんですよね。もともと石亀っていうのはずっと水の中にいるわけじゃなくて、陸上を結構冒険してるような亀なんですけど、そう考えると水の割合が、まあ、9対1で多いという感じなんで、あんまり良くないなと思ってます。あれだったら今からちょっとレイアウトを変えて、陸上を、まあ、7割ぐらいで水中を3割ぐらいにしようかなとかいろいろ考えてます。水カビにかかってるんかな。もうすぐですよね、石亀弱いからな。とりあえず今から近くのホームセンターにバスキング用の日光浴用のライトを買いに行ったりとかしたいなとか思ってます。これは1匹目か2匹目の石亀です。なんとなく目の周りが水カビっぽい感じになってるんですよね。水カビだなこれ。はい、ということです。で、もう水槽の方からはカエルは完全にいなくなりました。スジエビだけですね。スジエビかどうかわからんけどね、エビがいます。ということで、バスキング用のですね、LED のライトを買いました。そんな高いもんじゃないですね。2000円、2500円ぐらい、そんなもんです。これを今からつけていきたいと思います。電源コードがあって、UK コードなんですよね。まあいいや、とりあえず電気をつけてみたいな。ブルーに光る。この LED ライトはこうブルーモードみたいなのがあるみたいです。こうか、青く光ったり白く光ったりですね。これで、石亀の子供バスキングコーラ干しですかね、させたいと思います。大丈夫かね、マジで。また水カビ病にあったのたまらんかね。万が一ですね、このコーラ干し用のライトで水カビ病が治らなかった場合は、水から出して完全に乾燥した状態でまた治療した
しなくちゃならないような状況になると思います。まあ、しばらくこのライトでコーラボしさせて、経過観察してみたいと思います。石神の子供の飼育は本当難しいですね。